our next finalist is Mrs. Xiang Hong Lau from the Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. She'll be talking on the gender gap in Japanese companies. Is Japan on track to achieve gender equality of sustainable development goals, SDGs, by 2030? Okay.皆さん、こんにちは。本日スピーチコンテストに参加させていただき誠にありがとうございます。まずは簡単な自己紹介から始めたいと思います。私、マレーシアの出身、日本の大学を卒業した後に日系メーカー外資系投資銀行で経験し、現在2児を持つワーキングマザーとして欧州三井住友銀行で働いております。仕事してから十数年となりますが、日本に関わる仕事は大半となります。本日お話しさせていただくテーマは、働く女性から見た日本企業のジェンダーギャップ、そして SDGs の男女平等への実現についてです。その内容を誰か何かを批判する目的ではなく、私自身仕事上で経験したことおよび個人の感想を述べさせていただきます。日本は世界第3位の経済大国です。アジアではトップの先進国と言っても過言ではありませんが、2019年に世界経済フォーラムの調査によると、日本のグローバルジェンダーギャップの指数は調査対象の153カ国のうち121位でした。日本に仕事の関わりのある人、または日本に詳しい人にとっては決して驚いた結果ではないと思います。政治経済分野では男女の平等の差がまだ明らかであることは周知されています。日本では男女雇用機会均等法が1986年より施行されてから早くも34年経ちます。ほとんどの日本企業には女性の役員が一人もいません。企業のマネジメントに携わる女性がわずか 10% 未満です。ではなぜ世界第3位の経済大国である日本には女性の管理職が少ないのでしょうか。安倍政権の下、男女共同参画社会を作るために制度を変え、政策を推進し、いろいろ努力をしてきました。しかし一般的な社会企業にはまだそれに追いつけていません。その理由は2つあると思います。1つ目、日本の企業の雇用制度です。2つ目は従来の家庭における男女の役割です。まず日本企業の雇用制度から見てみたいと思います。ほとんどの日本企業は、特に大手企業では、総合職と一般職に分けて社員の採用します。また最近は正社員と派遣社員という雇用形態もあります。総合職、正社員には男性が多い傾向があり、一般職、派遣社員には女性がほとんどです。結果、職場における男性優位の考え方が自然と成り立っています。女性が、日本における女性リーダーの育成は先進国の中でも大きく遅れている理由はいろいろあると思います。
女性がリーダーシップを望んでいない理由は、男性優位の職場で女性総合職として歓迎されない雰囲気があるからです。かつ数少ない女性総合職の中では、特別扱いされるプレッシャーも無視できないでしょう。例えばヨーロッパの企業では女性が役員になったからといって話題にはなりませんが、法人で初の女性が社長に就任した際に話題になり、メディアからの取材が殺到したほど注目されています。それから日本における女性リーダーの育成について、現在遅れている理由は、年功序列という雇用制度だと思います。社員は仕事の内容および実績に基づいた給与を支払われるのではなく、年齢勤務年数に重ねるにつれて給与上がり昇進していきます。それに比べヨーロッパ企業では仕事の内容および実績に基づいた給与昇進の制度となっています。若い男性でも女性でも実力さえ認められれば昇進していきます。一方、日本の企業にはある一定の年齢にならないとなかなか管理職にはなれません。今の役員や管理職に立つ方々は約25年前に入社した社員です。当時の日本企業では女性で総合職として採用された人はとっても少なかったです。結果今となって女性の管理職が少ないわけです。次に2つ目の従来の家庭における男女の役割について話してみたいと思います。ジェームズ・カプラーの言葉で、天国とはアメリカ人の給料をもらい、イギリス人の家を持ち、中国人の料理人を雇い、日本人の妻がいるということというものがあります。世間では日本人の女性がいい奥さんになるイメージが強いですね。明治時代から男は仕事、女は家庭という性別役割分担意識、考え方が定着し始めました。21世紀の今でもその考え方が残っています。女性社員が結婚して寿退社、出産したら家で育児するのは当たり前です。しかし結婚出産しても会社辞めずに育児休暇から会社へ復帰する女性は、家庭と仕事を両立できるように必死に頑張っていることを家族に理解されないだけではなく、職場でも居場所がなくなるケースが少なくありません。働きたい女性にとってはとっても悲しいことですね。一方、男性が稼ぎ手で仕事を休んで育児するのは極めて珍しいです。日本の男性の育休制度は整っていますが、取得率はわずか 6.16% しかありません。実際育休を取りたくても取得しづらい雰囲気があるからと思います。イギリスでは2003年に父親休暇の制度が導入され、現在男性が育児休暇の取得率は 60% もあります。今まで日本の政府は男女平等の社会のために法律制度を変え、いろんな取り組みをやってきました。確かに若い世代には仕事や家庭に対する考え方が変わりつつあります。育児家事の分担
といった言葉も一般化しつつあります。しかし全体の意識改革がまだ時間かかりそうですね。私個人の意見としては、従来の分業にとらわれず、家庭と仕事は夫婦2人でして当たり前で、会社も社会もそれをサポートし柔軟に対応していただきたいんです。最後に、私たち一人一人固定的な意識にとらわれず、多様な生き方を認め合い、多様な選択ができるように SDG の男女平等への実現できればと思います。以上、ご清聴ありがとうございます。ラウさん、ありがとうございました。同じ女性として、やはり男女平等っていう点ではもっともっといろんなご意見をお伺いしたいとは思うんですけども、お二人のお子さんがいて、ご自分の家庭では旦那さんとどのように分担をされていらっしゃいますか？ご質問ありがとうございます。そうですね、うちでは、基本的に全てシェアします。例えば、子どもの保育園、学校への送り迎えは週私3回か、主人は2回とか、または私が仕事で忙しい時に、主人はやっていただくこともあります。あと、家で、細かいんですけれども、子どもの、食事とか子どもの買い物なども私だけではなく主人も全てシェアしていただきます。じゃあそのパーセンテージはもう 50-50 ですか？ほぼ 50-50 ですね。はい、はい、主人と私も2人ともフルタイムで働いているので、夫婦2人以外は幸いに私義理の親が近くにいるということで、助けていただくこともありますが、それ以外は夫婦2人でいろいろ話し合って、仕事だけじゃなくて、家族のことも全部一緒にやっていただくことになっています。素敵な旦那様ですね。ありがとうございます、はい、スピーチ 大会に挑戦しようと思った理由は何ですか？はい、完全に私個人の、ことなんですけれども、結婚して子供が生まれてから今までずっと忙しかったのは、その仕事家庭仕事家庭っていう繰り返しの毎日でした。そして昨年同僚からこのスピーチコンテストの話を教えていただいて、いろいろ考えたんですけれども、確かに今幸せの毎日を送ってはいるんです。ただちょっとチャレンジしたいものがないっていうふうに思っているので、このコンテストは私にとっては刺激を与えられるものでもあるし、あとネットワーキングもできるということもありますので、そして参加させていただきます。はい、ありがとうございました。はい、お話の中で、政府は男女雇用均等法とか、それからSDG2030 年までとかって決めてるけど、企業とか家庭がそれに追いついてないという、そういう話でしたけども、例えば日本の政府を見てると政府の中に女性がすごく少ないんじゃないかと思うんですけども、企業だけじゃなくて日本の政治が少し女性軽視のことがあるんじゃないですか？ご質問ありがとうございます。私も実はそう思いますが、本日ちょっとその話についてはここでは話してなかったのは、メインは経済とか企業の話を中心にしてましたの で実は政治の方も結構男女の差がすごく大きいということも、周知していますが、そうですね、これはすごく難しい、企業と同じようにすごく難しいです。
やりたい、あ、すみません。日本の内閣に大臣に女性ほとんどいないですよね、一人か二人。そうですね、はい。それを、そしたら女性がいないからわざわざ一人を置くことも多分それはできないと思うんですよね。国のためにやっぱり能力のある人を置かなきゃいけないと思うんです。そうすると私の個人の意見としては、まず女性に今までの企業とか経済だけじゃなくて政治にも参加してほしいですね。で、女性どん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 家庭から出て、企業から出て、日本の社会のためにいろいろやっていただけたらと思うんです。そういう女性たちが出てきましたら、もちろん政府もいろいろ努力して、内閣に入れて、日本の国民のためにいろいろできたらと思います。そしたら例えば日本の企業でも、はい、こういうやりたい やり手の女性がたくさん出てきたら、もっと役員に入るんじゃないですかね。そうですね、はい。そうですね、もしそういう実際日本は今変わっていると思います。私が日本に住んでた時よりは今、まあ、日本に行くたび、またはいろんな話を聞くたびに思ったのは、女性の進出も結構おそらく、まあ、10年20年前よりは多くなってきて、だいぶ変わってきてると思います。変わってきてますよね。そういったことは2030年までに目標は達成できると思いますか？あと10年ですね。どうですかね。そうですね、可能性はあると思います。一番大事なのはおそらく政府からの、政策とか政府からのいろんな企画をしたりとかするのは、それもすごく大事なことではあるんですけども、それより大事なものは人の意識ですよね。現在多分海外にいる日本人はすごく多くなってきて、海外で経験した日本人たちも多分海外からの文化とか海外から見たものを刺激を受けて、それを日本に持ち帰って日本にいる人たちに影響を与えて、だんだんそこから日本にいる日本人も意識が変わってくるんではないんでしょうかと思います。分かりました。外国からの影響があった方がいいという日本人同士のね。あ、そうですね、はい、はい、分かりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。